千葉県いいすす。す。み市の養鶏場です防護服を着た作業員が集ままっています千葉県によりますときのういすみ市の養鶏場で発見されたニワトリの死骸220羽について検査したところ鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たためきょう午前10時から県職員や自衛隊など合わせて1000人以上を動員してニワトリの殺処分を開始しました。 午前中に開かれた県の対策本部会議では来月7日までに養鶏場で飼育しているおよそ116万羽すべてを殺処分することが決まり一つの事例としては今月11日に岡山県の養鶏場で殺処分が決まった64万羽を大幅に上回り全国で過去最多の殺処分数となりました。